はい、続いてほうれん草になります。これが、JA で買ってきた、やはり同じお店ですが、ほうれん草の武蔵という品種です。で、こちらのほうれん草は赤く着色してありますが、これは多分手指消毒かなんかだと思います。ちょっと何のためにやってあるのかわからないです。まあ、通常コーティング手指とかっていう名前で呼んでます。本来は赤じゃなくて、茶色、黒っぽい色でしたかねなんかそんな感じの色だったと思います。じゃあこれも巻いていきます。玉ねぎと同じで筋巻きにします。
間もなく巻き終わります、でほうれん草の種の方が先ほど巻いた玉ねぎよりも大きいのでかなり巻きやすいです。よいしょ、もうちょっとだね。これはカメラのとこまではいかないで手前で終わりになりそうです。あと1メーターぐらいかな。もうちょい、よいしょ、これで全部なんで、はい、巻き終わりました。で、先ほどの、玉ねぎを巻いた時に、まあ、棒で土を戻したんですが、そういえば昔ニラ作ってた頃はこの溝をどうやって埋めたかっていうと、ほうきで、白のほうきで軽く掃いてたんでね、ちょっとほうれん草はそれをやってみたいと思います。あれどこだ、こっちか、あれれれ、どこだどこだどこだ、入んないぞ、この辺でいいのかな。よいしょ。